ロードスという名の島がある。アレクラスト大陸の南に位置する辺境の島だ。人は数多の魔獣が救うこの島を呪われた島と呼ぶ。そして今この島にかつてない戦乱の嵐が吹き荒れようとしている。ロードスの南東、暗黒の島を領土とする小国マーモの皇帝ベルドが隣国カノンに向けて侵略を開始したのである。カノンもまた軍を率いてこれに対抗したが、マーモの闇の力を前にただ敗退を繰り返すのみであった。その頃、島の北東の外れザクソンの村に熱き志を抱く若者たちの姿があった。なんだって、マーモ軍が？うん、カノンの首都に迫っているそうだよ。カノンが征服されるのも時間の問題だという噂さ。そうか、俺はこれから旅に出る。人間としてマーモの非道を黙って見過ごすわけにはいかない。俺がベルドを倒してやる。止めるなよ、エト。止めやしないよ、バーン。僕もついていく。まったく、いつだって無茶なんだから。友人として見過ごすわけにはいかないからね。